の中でオーランドショーでさ、うん、なんかお客さんのことこいつって言ってさ、なんかちょっと戦いですよね。絶対受かるなと思って、もうその時点で、ね、お母さん LINE したんですよ。お母さん受かったよって受かるかもみたいな LINE したんですよ。僕はする前に LINE したんだ。LINE したっす。家がだって経営してるんでしょ。家は、はい、一応その280億円ぐらい年商。よいしょ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 。じゃ始まりましたということで、チュンチュンで今日は差し飲み会ということでゲストにランくんをお呼びしました。どうも、スーパースターの朝日蘭です。じゃあ乾杯。いただきます。うまくね。いや、これうまいんですよ。シュンさん車いっぱい飲んだんですけど、うまいなこれ。うまい。ベラノッテ、今日はあのベラノッテで撮ってるんですけど、ベラノッテのレモンサワーがなんかめっちゃうまいです、ね、異様にうまいです。軽くじゃあなんか自己紹介します。福岡県から来ました、朝日蘭です。朝日蘭です。最近注目されてきたってことで、しゅんさんがやっと出させてくれることになりました。ずっとお願いしてるんですけど、やっと3ヶ月越しにね、やっとね、払いましたね。確かにそうだね。やっと出演ということで、はい、長かったですね。はい、気合入れてきたね、今日。手紙もちゃんとしてね、手紙もしてきましたね。偉いですね。なんかいろいろさ、俺が質問考えてきたから、それにも適当に答えてください。わかりました。ライブ配信があるんで、あのすぐ撮って切り上げます。そっちの方が大事なんで、お金稼ぎに行く。お金大好き。お金大好き人間なんで。実際ランは、はい、椿とかからちょっとさ、はい、聞いたぐらいでさ、あんま深く知らないのよ。あ、なんでさ、ホストになったのとかさ。あ、そうですよね。そこら辺からさ、聞きたいんだけどさ、もともと中学生ぐらいの時から、うん、ホスト TV で、うん、ロアンの写真を見てて、はいはい、かっこいいなと思ってて、そこからずっとホストしたかったんですよ。ただまだやっぱりその親とかの目もあるし、うん、なかなか踏み出せなかったんですけど、うん、惰性じゃないですけど、それでちょっと経営者になろうかなと思って、有名になりたくて、なるほど、ね、それで経営者の道に進んで、うん、経営者の専門学校行ったんです。へー。けど祖父の兄が、うん、鹿児島で会社を経営してて、はいはいはい、そこでちょっと勉強しようかなと思って、うん、とりあえず経営の専門学校行ったんですよ。そしたらもうその祖父がもう経営の専門学校行っても、うん、その実際経営者から教わるわけじゃないから、うん、もう行かなくていいよって言って、で辞めて、確かに辞めて鹿児島に上京したんですよ。へー。で、まあ、1年間働いてみたんですけど、僕ずっと社長になりたかったんですけど、うん、僕より先に入ったいとこが、うん、やっぱりどうしても社長になるってことだったんですよ、うん、僕副社長なら任せれるからみたいな、で僕それ嫌だったんですよ。やっぱ一番じゃないと嫌じゃないですか、主婦さん、やっぱり。まあ、なるほどね。でそれでもう辞めてしまって、うん、で何しようかなと思った時に、とりあえず福岡でホスト始めたんですよ、はい、でまあ1年間してて、ここで30歳までホストしようかなと思ってて、はいはい、ずっと思ってたんですけど、うん、社長の広告見て、うん、うわ今しかチャンスないなと思って、うん、全部辞めて家も解約して上京してきました、ね。へー、すごいね。めちゃめちゃバイタリティの塊みたいな。いや、僕すぐ行動してしまうんですよ。考える前に。もし落ちてたら何もすることなかったし、まあ、どうしようかなと思って、まあ受かるかなと思ってたんですけど。福岡は4ヶ月ぐらいだっけ。1年ないぐらいですね。中洲だっけ。中洲ですね。まあ元々実家が、はい、親が福岡だったんで、うん、まあ近くの長瀬でやりましたね、最初は、はい、でずっと歌舞伎憧れあったんですけど、うん、やっぱ踏み出せないじゃないですか、なかなかちょっと、うん、それでオーディションという形で、うん、ホストになりたいってもあったし、有名になりたいってのもあったから、あ、なるほどね、はい、ここしかないなと思って、はいはい、すぐ応募して。無事合格し、無事合格し、はい、まあ、結構あの時からなんはもう採用だったよね。売り上げも持ってたし、よかったですね。オーディションに入る前の段階でさ、はい、もうなんか店長とさ連絡してたんでしょ。社長ともちょっと一回朝日テレビで、なんかテレビ、ね、そう、なんか社長に相談ある人みたいな感じ で、うん、で電話したんですよ、社長に、うん、社長と知らなくて誰ですかみたいなずっと言ってたら俺ローランドですってすいませんって言ったんですけど、 ね、それが、はい、働きたいなってずっと思ってて、ずっと待ってたんですよ。結構再開するかなって僕思ってたんで、ああ、ザ・クラブ、ね、ザ・クラブしたら5月29だったんで、他のじゃあお店も退入行かず、退入行ってないですね、ザ・クラブだけ、はい、ザ・クラブだけ希望でって感じで、はい、ああ、素晴らしいですね。なるほどね。で、まあ、無事合格したんで、まあ、すぐ、まあ、来てよかったなってずっと思ってますけど、家がだって経営してるんでしょ。あ、家が、はい、一応その280億円ぐらい年商経営してて、280億え、だ年収280億の、はい、何やってるの。スーパーですね。スーパー、はい、スーパー鹿児島でもすげえ、もうこんな幅利かせてるでかくての創業
家計というか。そうですね、はい。280億ってやばくない？ホストやめろよ。みんな言われるっす。僕がお金持ってるんじゃなくて、家計が持ってるだけで、そうなんです。僕そんな持ってないですよ、言うて。それで、まあ小さい頃からじゃないけど、祖父のお兄ちゃんだっけ？一応祖父が始めて、うん、一回破綻しそうになって、そこから祖父の兄がまた引き継いでやった形になったんですよね。へえ、すごいな。家族経営でしょ、要は。そうですね、家族経営みたいな感じで。鹿児島拠点にやってて、そうです。ガンが後継ぐ予定じゃなかったの？あ、それで、いとこは先に入店してたんですよ、うん、僕より一個下なんですけど、うん、でもう今二十歳で店長とかなって、そこの 何千人っていう店長になって、うん、僕もずっと社長になりたかったけど、うん、ちょっと下につくの嫌だなと思ったんですよ。下から支えてやってほしいみたいな言われたんですよ。社長って言ってたやつか。役員みたいな感じで、社長代理みたいな形になるけど、うん、やってほしいみたいな言われて、はいはい、それか本店じゃなくて違う店舗の店長という形でも全然そういうのはできるから、うん、まあ、辞めるって相談した時に残ってほしいって一度言われたんですけど、だけど2番目マジで嫌だなと思って。いくつの時？僕はそれ21です。21の時にそれ言われて、なんかもう継ぐな。そうなんで嫌だぞ、俺なら継ぐかも。それででも本当になんかそれが嫌だったんで、もうショックで、あ、やっぱ俺なんてもう2番目かみたいな。それ言われてよね。そこにさ乗ってけばさ、何があるか分かんないけど、経営の世界だから一応安泰っちゃ安泰だよね。そうですね、はい。まあ、こんなお金に関しては、そう、ホストホストに比べたらもう大安泰の大安泰です。あれだよね、はい、すぐ辞めましたね。辞めると決めてから。すごいね。いや、もう高校生の時から一人でローランド店行ってたんですよ。すごいね。じゃあもともと一番になりたいってのもあり、でホストに憧れがあり。憧れあったっすね、めちゃくちゃ。ホストってかに、ローランドさんに憧れ、どっちもか。あ、どっちもっすね、うん、なんかそれ1年弱働きでこっち来たって形です、ね。親は言ってあるんだ、そのホストやってるとか。あ、ホスト言って最初みたいな感じだって。まあ、なるよね。そう、それでなるでしょ。そんなの絶対なるよね。親に申し訳なかったのが、うん、息子さん何してるの今仕事みたいな言われて、前まではなんかそのおじいちゃんの会社で働いてるな胸張って言えたけど、僕辞めて、うん、今ホストしてるとか言いにくかったやばいってずっと言われてて、地方ってやっぱなんか偏見あるじゃないですか。あ、ホストなのね。確かに。だからそれが親苦しかったらしいんですけど、うん、逆に今はあのローランドさんの店で働いてるって胸張って言えるから逆に良かったって言ってるんで、うん、これも一つの親孝行ですかね。分かる。でもそれあるよ、やっぱホストってさ、ね、未だに結構色眼鏡に見られがちな仕事だけど、ローランドっていう名前出すと、そうですね、ある程度なんかある程度なんとかなるですね。あの人の店だったらまあ大丈夫かみたいな感じになりやすいのは確かにある、ね。じゃあそれでも親も知ってやっていいみたいな感じになって応援はされてんの？応援は、はい、一応されてる。一応、はい、なんか親ももともとで辞めるときめっちゃ反対だったんですよ。辞めるって一回決まったらもう辞めたくて仕方なくて。楽しくないじゃないですか。まあまあそうだね。僕トイレで2時間ぐらいサボったことあるっすもん。マジで暇すぎてずっと YouTube 映画見たりしちゃって。ある意味めちゃめちゃ楽だけどね。おもろいな。結構最初は苦労したっすね。お金が前までめちゃくちゃあったんですよ、やっぱり。あ、まあまあ、そうね、確かに。最初お金なくなるじゃないですか。そうで、今だいたい、まあ週3ほどじゃないですけど人並みぐらいできるようになったから、まあ、まあ、これからかなと思って。俺もその280がないよ。スーパーの名前とか言っていいの？鹿児島にある AZ って。 AZ スーパー、 AZ スーパー。それは俺全然わかんないけど、鹿児島の人が見てたら、いや、分かる、みんなわかるんだ。めちゃくちゃ東京ドームあの3個分とかの広さ。東京ドーム3個分めちゃくちゃでかいんですよ、本当に。ウォルマート見てじゃん。そうですね。めちゃくちゃでかいんですよ。すごいね、はい、逆になんか行ってみたいな。鹿児島ですか。何でも売ってるんですよ、車からなんからみたいな。この間の社員旅行の社長みたいに買い占めよう。買い占めるんです。すごいね。あ、そこ楽しかったですけど、やっぱりでもやっぱなんか特別扱いなんですよ。なんか僕それめちゃくちゃ嫌だったんですよ。ああ、まあそうだろうね。そうそう、車とか買ったんですけど、うん、普通のスポーツカーなんですけど、うん、どうせおじいちゃんから買ってもらった車でしょうね。そういうの言われるのめちゃくちゃ嫌だったんですよ。言われるだろうね、はい、自分で買ったんですけどストレスだったんです、地味に。なるほどね。ホストだったら何しても髪の毛めっちゃ伸ばしたくて。あ、スーパーダメだった。単発じゃないとダメみたいに言われてて。あ、やっぱそこそっか、はい、だからあの YouTube でカサッと言われたくて。もう伸ばせない状況だったからハンドル伸ばしまけちゃった。伸ばしまけた。ちょっと流れて今こんな形。スーパーの時と変わらんす。それめちゃめちゃおもろいね。一番はそうだったんですよ。髪の毛めっちゃ伸ばしたくて、もう社長好きだったから高速厳しい学校みたいな感じ。ロン毛したかったんですよ。ロン毛にね、はい、確かに。逆にロン毛したんですけど、逆にこっちはこっちで店長に怒られて。結果単発っていう。結果ね、結果スーパーにとっての髪の長さ変わらず単発。あ、シューズも長かったんですよね。俺も昔はね、その一回通るっすよね、やっぱり。髪見通してる時はもうめっちゃ長かったね。もう
胸ぐらいまであったから。そうですよね、そこ通るんですよね。男子誰もの一度は通るから誰も通るですね、あそこは。ロン毛ですね。今はロン毛のホストなんてもうローランドさんぐらいしかいないでしょ。そうです、ローマネさんとか流行んないよ、もう流行んないですよね、そうですね。今なんかウルフっぽいのが、あ、そうですね、流行ってきてる。僕、シュンさんの髪型一応真似してるんですけど。全部真似するんだ。似てるもんね、シュンさんヘアです、ね、今日もちょっと似てるもん。ちょっとシュンさんヘアでいつも言ってるんで。そういうきっかけが入り、出生もそんな感じの家系で、そうですね、で親は認めて、まあ、理解を示してくれてて、中洲でしてる時は全然理解なかったんですよ。なんか、あ、何歳までするのかずっと聞いてきたんです、僕に。昼食ついたなみたいな、ずっと言われてたんですけど。中洲の時は何、家から帰ってたの？家契約してました、普通に自分の家を。あ、一人暮らしで、はい、それこそだって福岡の時もね、お客さんとか来てくれてるもんね。本当マジ歌舞伎町めっちゃ偏見あったっすね。旅行で行った時、あ、こんな街二度と来たくねえなと思って。キャッチすごいじゃないですか、やっぱり。あ、まあまあまあ、最初めっちゃ怖くて行った時、ね、スーツケースか持ったらやっぱめちゃくちゃ合うじゃないですか、うん、あ、そう、ここ歩けねえなここと思ってたんですけど、もうデカすぎん逆に話いいっすね、逆になんか歌舞伎は結構いい街だなと思い始めたっすこんな汚い街を愛していこう生ゴミとカラスとネズミの、とネズミの汚い街俺らの街だから、それが最初ホストした時でもビビったっすね。こんな可愛い女の子とか、そういう女の子がこんな大金使うなんてめちゃくちゃ思ったっすね。なんか僕的にはホストのイメージ、多分みんなもそうだと思うけど、結構女社長とかマダムみたいな人がお金使ってるのかなって僕ずっと思ってたんですよ。いい勉強になったっすね、最初した時は。そのイメージなんか、まあ、昔の感じだよね、なんか。そうですよね、若い子が稼げる時代になったんじゃない。そうですよね、客層幅広いけどね。幅広いですよね。僕マジで560かとずっと思ってたんですよ、ホスト始めるまでは。ずっと560もいるけど、20代とか30代もいるし。そうですね、バラバラだよ。それが一番びっくりしたっすね、ホストして。ありがとうございます。ありがとうございます。このレモンサワーめっちゃうまいです、マジで。あ、本当ですか。これめっちゃうまいです昨日仕込んだばかりで。マジですか。はい、人生で一番美味しいかもしれない。ザカいろんな酒飲んできたけど、人生で一番美味しいレモンサワーかもしれない。うまいですよここで人生初更新しちゃった。ザクラとは違います。ザクラレモンサワー男の子が使ってるやつは違いますね。意味わかんない。ホストがさ、作ったレモンサワーとやっぱ違えわこれめっちゃうまいと思ってます、ね、だって元のシロップが違うのかな。あのこだわり酒場とは違うちょっと濃いですもん、ザクラのやつ。ちょっと濃いかも、確かに確かに。そうね、すごいね、ラン自分でペラペラ喋ってくれるから。マジですか。やりやすいよ、俺相槌してるだけでいいからあー、へー、ふーん言ってるだけでいいから、やりやすい。はい、乾杯。2杯目。お寿司飲みますけどもう結構お酒飲めるよ。お酒飲めるし、好きっすね、お酒。お店でなんかでもまだベラベラになったの見たことないかも。逃げてるっすとりあえず逃げるっす逃げてる方。逃げてる。最悪ですね、うん、ちゃんともう録画したんで逃げてるらしいね。フェイス飲ませてくださいダメですね、逃げは。でもザクラさ、入って今福岡から3ヶ月のか2、3ヶ月ですね。どう、そこら辺は。ザクラブでも僕思ってたとちょっと違かったです。なんかもっと初回とかも全員社長を指名するのかなと思ったけど、そんなことなかったから、結構そこが一番意外ですね、うん、マジ社長の宅で全部埋まるかと思ってた、その最初は逆に。あいつの時代終わったあいつの時代、過去の栄光です結構でもその面に関してはやりやすいなと思ったし、女の子がロナウド社長会えるよって言ったらもう来てくれたりする子いるからまあそうだね。なんかいわゆるザクラ一回閉店したじゃん、うん、そうですね。閉店する前の方が社長がこうフロア歩いただけで黄色い声援というかキャーみたいなあったけど、今もう彼はあのただの客としてなんだたぶんそんなことより主さんだけですね僕は言えん、そんなこと。あいつはもうああいう客寄せパンダしてもらってまあ広告塔でねやってもらってるけど、実際ねそんな毎日地名であふれ返ってるわけでもないからね。なんならもう俺囲ましてます。シュースさんばかっす。俺ばっかです。マジシュースさんばっかっす。でもそれは逆にいいよね。それがいいっす、逆にですね。俺もさ、思うけど、そのノーランドっていう知名度があるうちに、そこをさ、どんだけ利用して自分の知名のお客さんをつかめるかって結構大事だと思うから、俺も最初新人未経験で入った時にローランドって知名度めっちゃ利用しまくって、そのローランド会えるよとかそれこそ行ったりして、
お客さんをこう来店させるきっかけ作りとかしてたから、それはもう使わない手はないというか、ローランド A ですもんね僕。そうそう、ローランド A 何言うとでもローランド A しないとね。そうそう、まさにそれだわ。使ってるっすね、もう結構。でも本当にいやめちゃめちゃだから賢いと思います。それが初めての結構多いじゃないですか、やっぱ YouTube 見てくる人って、ね、ホスト初めてみたいな、うん、けど社長の名前だから安心できるみたいな。ああ、なんか来たかったけどなんかホストクラブ怖いからけど、うん、でもなんかありがたい、それはあるかもね、ホスト業っていうのが。ああいう子もまあ来るけど、ホスト行ったことなくて、でもローランドのお店だから来てみたくて来てみましたみたいな、結構いるじゃん。そういう子多いですよ ね、 ね本当に。多いだから、そういうのはなんかこのお店は良かったなと思う。それが一番のあれ強みですよね、うん、やっぱ他のホスト類とかさ、他のお店に行ってるじゃん。あの子たちはもう、そうそう、いろんなお店に担当がいたりしてサブタみたいな感じになりますもんね。そうそうそう、よりなんかホスト初めてとかで来てくれる方がなんかこう変に歌舞伎町に染まってないというか。そう、そっちはいいですよね。まあそうですね、そういうお客さんをいかに掴んでいけたらいいかなと僕思ってるんですけど、ね、逆にそのお客さんもね、だからね、ホストクラブ多いじゃないですか。ホスト通ってる子でどこにでも行くじゃないですか、うん、そうね。けどホスト初めてでここしか行きたくないってこう多分多いと思うんですよね、うん、僕の中で、うん、YouTube 見たからここしか行きたくないみたいな、うん、まあ、シックトクラブとかしか行かないですもん、はい。そういう子たちをなんか固めていけたらいいかなと思ってますよ。極悪人です。固めていってください。でもこの間なんかローランドショーでさ、うん、なんかお客さんのことこいつって言ってさ、なんかちょっと戦ってたよね。僕言った覚えないですよ。そんな抜かりないですね。すぐ使われるから、すぐ使われる。大好きっすもんね。あんなのもう意図的すぎる。それ僕も言われたっす。最初はあんま気にしなかったっすね、もう。ナツさん、こいつって言ってるのないわみたいな、すげえなんか言われてさ。俺も怖いもん。怖いですか？多分次俺出るじゃん。俺結構さ、ヒール役っていうかさ、強いことバンバン言うタイプだから、カメラ入ってると。僕と正代と、まあ、凌介くん3人出たじゃないですか、うん、けどコメント欄はもう最後のシュンさんに全部持っていかれたって、僕たち終わったっす。シュンさん出てきたら、僕たちのコメントはもうないです。僕たちがまあ10分ぐらい出るじゃないですか、うん、シュンさんと最後の10秒ぐらい出てないですか。シュンさんのコメント数多いですもん。やる気なくなるし。やる気なくなる。だからそこはもうみんな束になってかかってもらって。俺 VS お前らで。あって僕たちの多分オーディションよりシュンさんの面接官の方が多分コメント多くなかったですか。なんか逆に僕めっちゃ思ったんですよ。あ、僕コメント多いかなとかフォロワー増えるかなと思ったけど、いやみんなシュンさんの髪型かっこいい。シュンさんのコメントしかなかった。俺がね、数秒しか撮ってないの。全部持ってちゃ癖あるんだよね。悪いっすね、視聴者、顔だけしか見れない。いいですね。すいません、本当にその説は。これ聞きたかった、そのさ、ザ・クラブのオーディションあってじゃん、凌介にも聞いたんだけどさ、はいはい、オーディションの時どんな感じだったっす。僕マジで何千万プレイヤーとかめっちゃすごい人来るかと思ってたんですよ、うん、そしたら、まあ、エントリーナンバー結構早く来たね、うん、前の4人がいたんですけど、意外と普通だなって僕思ったんですよ、うん、ああ、その、面見て、もう見け、面見て、面見て。で周り見渡しても、あ、普通だなと思ったんですよ。結構ガチで。でも、絶対受かるなと思って、もうその時点で。あ、なるほど、ね、お母さん LINE したんですよ。お母さん受かったよって。受かるかもみたいな、LINE したんですよ。面接する前に LINE したんだ。LINE したんですよ、受かるかもみたいな。なるほど。そしたら、ちょっと、トラリのトラリに正代いたんですよ、うん、あいつめっちゃ俺睨んできたの分かってたんですよ、こいつうぜえなとずっと思ってたんですけど、正代が睨みつけてきた、睨みつけてきたんですよ、ずっと僕の。ほんと正代ぐらいしか覚えてなくて、面接の時に。あとジンかな。ああ、ジンね。ジン、あのでっかいヴィトンのバッグ持ってて、うん、なんか経験者っぽい、オラオラしてたんで、うん、あ、こいつ受かるかなと思ってたけど、うん、一番正代がなんか18ってのは一番ビビったっすね。僕もう年上かと思ってたんですよ。でずっとこう見て、ちらこんな感じで見てくるんですよ、僕。しかもなんか面接すごい狭かった。狭かったっすね。しかも3時間ぐらい座ったからですね。ああ、長かったよね。でも入ってきた瞬間、ああもう受かったかなって結構思ってたんですよ、もう。でそれで、あ、よかったって一安心してた。一安心したしてたんですね。そのオーディション組で印象に残ってるのは正代と。いや、もう正代ですね、圧倒的、はいはいはい、近かったんで正代が。他の人たちはもうあれ、特にもうアウトオブ眼中っていうか。あ、けどあと一人いたっすね、なんかめっちゃ身長高い、多分その人落ちたっすけど、うん、めっちゃビジュアル系の分かります。あのドラキュラみたいな人。あれはこいつ怖っと思って。あれは怖すぎる。俺らも怖かったもん、マジで。俺殴られるかと思ったら、トイレ一緒だったんで。俺も超印象残ってるわ。みんな受かんのかなみたいな思ってたんです。僕3人ぐらいしか受かんないのかなと思ってたんですよ。正代と俺とジンぐらいかなと思ってたんです。
来たら結構受かったんで。一回そうだよね、あの受かった子は最後の残ったんだっけ。あ、そうです、残って、で僕も隣の子も残って一緒頑張ろうねみたいな話してて、あなエントリーナンバー4番の子かな、で一緒、うん、僕も受かったって社長に言われましたみたいな言って、うん、言ったらなんか落ちてました。嘘嘘嘘好き社長嘘好きだから結構残ってたじゃないですか、うん、こんな受かるんだと思ったら結構落ちてたんですねホスト怖いね、受かったって言って、全然受かった。ここにいる人はもうほぼ合格確定なので、なんかまたお会いできるのお待ちしておりますって、受かった人めっちゃ多いなと思ったらほぼ落ちてたっすね嘘つきしたほぼ嘘つき、最悪面接の時はでも本当に緊張したっすね、めっちゃ酒飲んできたっすね。え、マジマジっす。あの時酔っ払ったの。ブラックニッカ持ってきたっす。酔えんかったっすね。あ、酔えなかった。なんか僕前の1000万プロジェクトみたいなやつで社長匂い大事って言ってたから、ご感動だから僕1分おきぐらいにもうずっと香水振り落とす、半分ぐらい減ったし、美容の香水ずっと香水振り落とす五感で訴えようと思って、で僕入ってきたら、あ、いい匂いだねって言われるかと思ったら、それ触れられなかったらちょっと寂しかった、ね、30分おきに香水かけたずっと吹くやつ、マジ半分ぐらいだから隣の人も死んじゃうよ匂いがきつすぎてやば。結構意外と普通の人が集まるんだなって思ったし、なんかその昼食っていうかホスト未経験の人が多かったから、あ、変な人いっぱいいた、変な人めっちゃ多かったですが、うん、逆に1個前の面接動画の人結構バチバチだったじゃないですか、オープン時のあの YouTube ホスト DV で見て、あの時は結構すごい人集まるんだなって思ってたけど、あ、いけるなと思ったっすね、感じすぐ LINE したそれにローランドの人気下がってる俺も面接官にしてたからさ、あ、そう、清水さんかっこよかったっすね。3時間ぐらいとかやったけど、マジで変な人多かったなと思う。多いっすね、変な人結構、うん、一番最初一発目が雪見咲也変わってんだな雪見咲也めっちゃ喋りかけられたっすもん、トイレで。でもランも最初の方だったよね。5万だったんで、すぐだったですね。雪見咲也と何喋ったの、トイレで。あ、トイレで喋って、全部鏡張りじゃないですか。一緒トイレ行った人が鏡なのに気づかなくて鼻打って鼻血出した人いるんですよ知らないですか誰だったんだろう、あれ。そんな人いた知らないですか、休憩中それで緊張飛んだつも僕死んでる死んでる誰か鼻血垂らしていなかったんですか、ティッシュください、誰か。俺全然知らない。あ、けど面接の時社長がマイク入ってたんですよ、間違えて、うん、聞こえた時にもうめっちゃ会場ざわついてたっす。うわ、ローランドだみたいな、本物だみたいな最初めっちゃ待たされて、うん、3時からって聞いたのにもう結構過ぎてたじゃないですか。まだかなと思ったら社長の声がちょっとマイクで入って顔見えてないけど社長だみたいなもうみんなローランドローランドって言ってた。ざわついてた、めっちゃざわついてたそこで緊張感ガーって走ったけど、うん、鼻血でちょっと緊張太ったマジでびっくりしたんですよそれ大超気になるわ。受かってないかな。じゃあ受かってないです、受かってないです、まあ、鼻出してるからねそれは受かってない、落ちるなと思ったっす焦りすぎでしょもし見てたらごめんなさい最近和義入ってきたじゃないですか。ああ、そうね。あれめっちゃいい子っすね、なんかあの子性格はすごいいいんだろうなって思う。オーディションの時から思ってた。あの子ですね、あの子ずっと喋ってたからちょっと入ってほしいなと思って、うん、あ、そうなの。昨日 TikTok 上げたら 43K ってこれぐらいいたっす。え、数出した。数出しでちょっと、あ、一緒利用でしたこれからいいね、数出しを利用していこう。数出し数字上げていこう、はい、社長と数出しを俺もじゃあ撮ろうかな。数出しめっちゃいいバズるっすやっぱ。数出ししよう。数出ししよう、湿度で今日は湿度大丈夫。台風だから今日やばい。台風だから今日やばいですね。台風だから今日はもうくねくねっす。大変なことになる。髪切ってたじゃん。あ、最初わからんかったんですよ、髪切ってたから。分かったね。ここまでだったんだけど、なんかもう何かこれ、あ、どういう髪型あれ。センター分け尻みたいな、これなんか韓国風のセンター分けだったらわかるけど、なんかちょっと違う、お山みたいな、カモメみたいな感じです。マクドナルドの M 綺麗な M ですもんね。綺麗なね、感じけどめっちゃいい人っすね、喋ったけど。性格はいいね、すげえなんか謙虚だし。謙虚っすね。礼儀正しいよね。けどみんなオーディション組って最初仲良くなれないかなと思ったんですけど、なんだかんだみんないいやつよな。みんないいやつですね、うん、僕一番最初は、うん、まあ、凌介くんと結構部屋一緒だったんで、寮部屋が。あ、凌介ね、一番仲良かった、はい、良かったですけど、うん、朝日は元気じゃないですか挨拶ねに基本的にはもう一匹狼で行こうってずっと思ってたんですよ。多分仲良くなれないなみたいな思って。凌介がさ、はい、なんかその一回言ったのがさ、ランがオーディションの時は絶対こいつライバルだなみたいな。あ、マジですか。言ってて、でなんかそのずっとチラチラ凌介観察してらしくて、ずっとランがこうやって、あ、そうですあのこれと合成してるんです髪
忙しかったぞあの時は。リオのドソンずっと口テカテカだすもん。天ぷら食ってるね。こうやってこうやってこうやって忙しかったっすね。結構ガチだ。もう水飲む時もめっちゃ気をつけて水配られたんですけど、うん、唇つかないように口つけないようにディップだけは今日落とせないと思って。あと匂いも大事だったんで、いや意外と簡単なんであんなしなくてよかったかなと思ってたけど、その裏話めちゃめちゃおもろいやん。みんなバチバチだったんですよ。なんかみんな睨んでる感じがしたんですよ。あ俺意識してんのかなってみんなで、わざと僕トイレ行く時もヒールブーツだったんでカツカツ鳴らしてた。格の違いを見せつけてたのけど、ガチであのそこら辺の凌介君とか分からなかったっす。なんかもうみんななんか同じ髪型じゃないですかけど、正代だけちょっとあのこいつヤンキーだなと思ってたんで、もうあいつだけ分かったっすけど、覚えてないっす。あんま朝日とかアゼニャンとかも全然覚えてなくて。なるほどね。剣心だけ覚えてるっす。クリスチャン・ローランド来てきたんで、あこいつアピールしてきやがったと思って俺はガチ思ったっすよ。こいつ服で売ってきやがったと思って。酒が進むっすね。酒が進むな。なんかおもろ話。剣心はまあ受かるかなと思ってたんですよ。なんかもうこれでも服で受かったなと僕思ってたんですけど。剣心だってオーディションの時腕相撲してたよ。社長どうすか。社長とかみんな強かったんですか。社長めっちゃ強い。ムキムキっすもん、ね。ムキムキすごいねっつって。何が得意なの。腕相撲っすとか。じゃあ見せて。本気の腕相撲やって。けどマジあのオーディションで最初の YouTube 今550万ぐらい再生いってるじゃないですか。そんないってんの。やば。それで友達からめっちゃタグ付けされるんですよ。仲良くなかった友達から。あもう無視するっす。音信不通だった人からめっちゃ来るんですよ。いやでもそれあるだろうね。僕本名カツキって言うんですけど、カツキおめでとうみたいなとかめっちゃいろいろタグ付けされたストーリー来てて、あもううぜえなと思ってもう無視してるっす。いやでもあるあるだよね。あるあるっすよ。やっぱしんさん俺こいつの友達みたいな。ずっと正直喋ったことない人とかも来てたから。来るんだ。知らねえよと思って。だから結構もう友達いなくなったっすもん。僕しんさんだけっす。私一緒に差し伸びしてくれるのは。俺も友達いないよ。友達いないのしか。飲んでください。レモンサワーください。いなくなるっすよね、放送したら友達。だってもう絡まないじゃん。そうですよね。で僕最初友達に福岡の営業かけて、あのブロックされたっす。とりあえず手当たり次第みたいな。見境ねえな。やっぱ最初結構不安じゃないですか、ホスト始めて。どういう風に売れていくみたいな不安だけど。けどやっぱりでもみんな結構売れてないですから、すごいなと思って。正代とか龍介くんとかも普通に。そうしてなんかみんなポテンシャル高いというか。すごいっすよね。あんな見ていけないいきなり売る人いないっすよね、普通のホストクラブで。まあ、YouTube とかそういうのもあるかもしれないけど、やっぱ逆にいい人めっちゃ集まったんじゃないかなと僕思ったし、ね、みんなすごいよね。ガチすごい。平均値が高いというか。高いですよね。喋、うん、れるっすもんね、結構普通に。そうそう、そのヘルプとかも含めて、え、なんでこいつホストやってんのみたいな人があんまいないというか。ロマネスのせいやさんいるじゃないですか、うん、結構 YouTube 的にはなんか売れないみたいなイメージ作らされてるじゃないですか。結構お客さん見て、わすごいなって一番最初それ思ったっす僕。あーそうね、多分クラブになってからの方が呼んでるかも。あ、本当ですか。なんかそういう YouTube のイメージまた違うんだなと思ったっすね。結構しゅうさん友達いない同士で。しゅうさん乾杯っす。友達いない同士乾杯。じゃあ3杯目か。3杯目です。乾杯。友達いない同士いるな。悲しい。そんな、そんな3000万プレイヤーで言っていいことじゃないっすね、しゅうさん。でも金を稼げば稼ぐほど友達がいなくなってきた。いや、そうなんですかね。僕鹿児島の時もいなかったその友達。それはもう人間そのもんだ。みんながあの飲み行こうって言われるんですけど、高いところばっかり言われるんですよ僕マジで。あ、そういう感じだったの。それ嫌じゃね。僕怒ってたっす結構。え、ガチ怒ってたっす。僕そういうのも嫌だったんですよ。まあ、金あるから寄ってくるみたいな感じ多分多かったんですよ僕多分。そんな人間性良くないんで。そういうのあるんだ実際に。実際あるっす、あるっす、全然。それやだね。いやめっちゃ嫌やったっすよマジで。もう金目当てで。金目当ては多かったっすね。金目当ての女も多かったんですけど。ああ。だけどそんなに絡むことなかったっす僕女とは。男は多かったっすねやっぱり。なるほどね。でなんかスーパーなんで年齢層高いじゃないですかやっぱり。あの若い子いなかったんですそんなに僕みたいに、うん、あの、まあ、30、40、そう職場の、ね、だから結構それも結構きつかったですね僕。パートさんとか社員さんがでもホストクラブ来てあのこうやって。今の仕事めちゃくちゃ楽しいんですよ。なんか前までは、まあ、車で通勤してみたいな。で定時で8時間ぐらい働いて帰るみたいな。この生活地獄じゃないですか、まあ、ぶっちゃけ、まあ、マジできつかったんですよ最初。楽しいという人はその生活は地獄だね。多分できなかったです残業とかもやっぱあるじゃないですか。刺激もあんまりないだろうし。今だから言えるんですけどもう仕事くすってきとるにしてたんですよ。すいません、あの映像撮ってた。もうマジちょっと適当だったんで、うん、ちゃんと店案内も広いからやっぱり案内してって言われるんですけど、うん、僕自身道わかんないんでちょっと
適当に案内する自分の働いてる場所左左って右ですとか適当に言って左行って右ですおもちゃコーナーだったんです僕おもちゃコーナーとかあるのおもちゃコーナースーパーなのにスーパーいっぱいあるんですよもう車から全部ってあ AZ の由来が、うん、A から Z までのイニシャルのやつ全部売ってるから AZ みたいな感じなんですよ、ね、全てを網羅してるだから一番高い商品で3000万ぐらい商品があるんですよえっ、ー、あの乳石なんて言いますか石石乳頭石みたいな何て言うんですか何それそんな3000万で売ってる石があるの2800万ぐらい売ってるんですよ10年間誰も買われない五右衛門風呂とかもいっぱいあったんですよなんかそういう五右衛門風呂何でもやるじゃん何でもあるんですよ本当にめちゃくちゃ広くて何でもあるんで本当に楽しいんですよ逆に行ってて確かに面白そう何でもあるテーマパークで見たいもん3000万の石それえ普通に置いてんのそれ、 それをしかもあ日差しが照るところに置いてる日差しが照る室内じゃないんですよ宗教宗教だなんかもう振りながらああみたいなそういうのあっていろいろあるんですよ神社とかもあるしいろいろあって、うん、なんかその瞑想室とかもあって、ね、なんて瞑想室瞑想とかもあるんですよそこで僕結構瞑想してるもしてたんですなんなのそれ超気になってきちゃってめっちゃくちゃあるんですよ神社も瞑想もあるしめちゃめちゃおもろいやんすっごい楽しかったですね逆に農家もあるしみたいな東京ドームぐらい広いんでしょで家とかもそのおじさんの家めっちゃ広くてだからゴルフカートとかで移動したりするんですよ車でねどういうこと？どういうこと？そう家から家が多分ゲストハウスとかめちゃくちゃあって、幅広いんですよ。家から家まず家が何個もあるのかそもそも。家何個もあって。家から家を。しかもめちゃくちゃでかい家なんですよ。でそれがめっちゃ面白くてでだから指導なんですよもう道路がだからナンバーつけなくても走れる。あのゴルフカートでバーンってやる。ゴルフカートで普通の車も全然行けない。マジでめちゃくちゃ広いんですよ。坂みたいな僕それドリフトの練習とかしてたんですよ。ドリフトの練習。だからナンパなくても走れるんでそこはやばめっちゃ楽しかったっすねなんかそういうの遊ぶのが超行ってみたいんだけどめちゃくちゃ広いからぶつけないですよ絶対下手くそでも僕運転下手くそだけど僕すごいじゃん3回ぐらい事故ってるんですけど自宅に教習所あるみたいな教習所そうそう自動車学校も経営してたんでもうそこでも全然遊んでるんです自動車学校も経営してた自動車学校あってそれですごい、ね、まあ、S 字ランクとかあるじゃないですかああいうとこで遊んでたっすいろいろ超怖いやばいろいろ一人でエンジョイしてたっすでもなんか今だから友達いなかったんですよ、本当に年上の人ばっかりだな、まあ、既婚者とかそんな俺、漫画でしか描かせたことないんだけどスネ夫じゃん、マジでスネ夫の、スネ夫なんか日じゃないぐらいのヘリポートとかもあるんですよ、だからえヘリポートがヘリポートヘリ泊まれる、誰も来ないです、だからめっちゃ楽しかった、なんなのマジで高杉君の委員長広すぎて楽しかったです、だからなんであの人やってんの、マジで超疑問だわなんでホストやってんのだからベンツとかもやっぱ あって、うん、ゲレンデとかもあったからおじさんの乗ってこうやってコンビニとか行ってちょっとあの何も買わないけどコンビニでこうやってやってたっすちょっとあの仲良くしようだから白さんは思ってるっすね仲良くしよう仲良くしろ頑張りですかランさん、ランさんって言わせていただきますランさん、ありがとうございますその時は目立ちたがりだったんですよ、マジで本当にめちゃくちゃだから僕、スーパーで普通運動靴で行くじゃないですか、うん、けど僕、ちょっと目立ちたくてあのどうせ履き替えないといけないんですけど行く時だけあのヒールブーツで行ってますカツカツ音鳴らしてでもすごいねその時はでもホスト憧れだったんですあホストやったら毎日髪の毛伸ばしてヒールブーツでいいのかって結構思ってたんですよでメイクもしていいのかみたいな僕メイクしてたんですよ、普通にスーパーの中で最初お姉って言われてあそう思うじゃないですかやっぱ地方の人ってあなんで男のメイクしてんのみたいなすごいわ最近会った人の中で一番面白いかもしれないそんな面白い家なのそんなめちゃくちゃ面白いすごいじゃんもうミッキーもびっくりだよそんなだから僕あのめっちゃふかしてたっすよお前でもなんかすごくないそういうさなんか家庭で育ったらさ、はい、普通さ性格すげえ歪むじゃんあけどもういい子なんで元からなんかいい子だよねいい子ですしかも なんなら今さ言っていいか分かんない寮じゃんそうですね寮そんな広い家に住んでて今狭い寮でさ小林めっちゃ湧いてるし僕おととい小林でみんなゴミ捨てないんですよで小林が湧いてる僕小林で起きたんですよ
それはやばくない？不快、不快でしょ、それ。うん、マジ不快だ。だから全部ゴミ捨てでやったっす、小林ごと。俺こんなところで暮らしてんだって改めて思ったっす、マジで。そんな、すごい落差が。落差があるっす。だから福岡の時もなんだかんだ一人暮らししてて、そうですね。今料理でしょ。それはもう済まないの？一人暮らし。一人暮らししたいんですけど、僕最初にちょっと顔いじりたくて、それでちょっと今我慢してるんです。あ、最初はちょっとこっちから始めようかななんて。そんなん別にすぐできんじゃないの？いやでもどうしようかなと思って一人暮らししたいんですけど仲いいんですよやっぱりみんな。あ、 それはなんかみんな言ってるわ。だからマジ仲いいよな。あの3人とかずっと一緒です。ホストって宅では喋るけどその日一日喋んない人も全然いるじゃないですか。例えば同伴できてアフター行きましたみたいな人もう宅でしか喋んないじゃないですか。けどあの3人とは いつも喋るみんな性格違うんですよね。涼介君はちょっと賢いじゃないですか。大人も朝日はもう、うん、そうっすね。バカバカ。だから結構だからそういう関係も大切なのかなと思って最初はと思って。あ、僕はいなきゃ寂しがるんで多分みんな。でもまあなんか青春してそうな感じある。だから僕寮とかも入ったことなくてずっと、うん、だからそういうちょっと、あ、まあ、なんか楽しいというかまあ抜けたいですけど、まあ最初はちょっと自分に投資しようかな。いやでも楽しいかも確かに。そしたらシュウさんも入ります。絶対向いてないよ寮は。俺100向いてないでしょ俺。夜ご飯食事代をグッズシュウさん。シュウさんこれウーバーしてくださいユース僕は。最悪だ。だって朝日に起こされるでしょ。最悪です。最悪だよもう。朝から不快だわ。寮さんも言ってたんですか。寮のおばちゃんかよ。あ、みんな起きて起きてシュウさんも旅行の時起こされてたんですもんね。あんな感じです。あいつ好きな時寝て好きな時起きて起こすんですよ。マジ自由だよな。あいつ本当自由だよ。自由です。逆に羨ましいです。もう結構気使うんですよ人に。けどなんか気使わないって言っちゃ悪いですけど、まあいい性格だなって僕めっちゃ思うんですね。すごいよね。僕と涼介君と性格似てるんですよ。あんなふてぶしくないですけど。結構話し合うですね、うん、一番喋ってるんですよ涼介君が、うん、普通にホストの子供と喋るし、全然。そう、実際ささっきの話もだいぶ話が面白すぎて詰めちゃったけど、桜入って、はい、7、8、9、3ヶ月じゃん、はい、どうすか入ってみてホストやって。もっといけるかなって正直僕なら思ってますよ。全然そこにいけてないんで、まだまだ努力不足かなみたいな思ってて。で僕もこの前 LINE がめっちゃ適当って言われるんですよ。で結構送り もらうんですけど、うん、なんか違う人指名で来たりするんですよ全然。あ、それでその女の子に直接言われたっす。何この LINE みたいな。宅で怒られたっす。昨日ありがとうね楽しかったねみたいな僕言われて、うん、こちらこそありがとうみたいなしか送れなかったんですよ。で女の子こんなで返してきてるのに僕こんぐらいで返すんですよ。でそれはちょうど幹部の人指名して、幹部の人はお前あの LINE はやばいよって直接言われたっす。ちょっと LINE を変えていこうかなって最近思ってるっす。僕マジ LINE 適当なんですよ。すげえもう大売れっ子みたいな LINE の変化。 LINE しゅうさんぐらいの売り上げあっての LINE をしてるんです僕は。なんか僕逆に親近感湧いた方がいいかなと思って、営業 LINE あんましない方がいいかなと思ってて、友達みたいな感覚で LINE しようったんですけど、女の子にやっぱ聞いたらそれでもこんだけ送ってたら少しはこんぐらいいるよみたいな。まあそうだなと思って、ちょっと LINE のやり方を今変えてるぐらいですかね。今温度感大事だからね。そうですよね。逆にその向こうが、まあ、その短文なのに長文で返してもうざいし。そうですよね。結構なんか長文って返す方も熱量いるっていうか。あ、まあそうですよね。だから変に長文送りすぎてもよくないよ。そう、女の子に合わせたやつが必要なんですよ。合わせるやつが一番いいし、一番なんかそのいい LINE のあれだなと思うのは短文でこうポンポンレスポンスが来る感じ。ああ、それが一番いいんですよね。分数とか書かないでもうポッ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 みたいな。あ、そうですね。会話本当に会話するみたいな感じで、まあ、レスが早いみたいな感じですよね。そうそうそう。なるのがまあ理想だけど、まあ、最初は絶対女の子も何に興味ない状態で始まるから。そうですよね。そこはね、ボイスメッセージとか俺たまにするけど。あ、ボイスメッセージいいですか。ボイスメッセージ俺いいなと思うのは、 LINE って文章だからやっぱどうしてもこう温度感が伝わりにくい。こう、あ、まあ、そうですよね。自分がどういうテンションで同じ言葉でも言ってるのかみたいな。ありがとう一つにしても、ありがとうって言ってるのか、ありがとうみたいな感じでなんか乗り切れ、まあ、そうですね、確かに。言ってるのか温度感がなかなか伝わりにくいから、ボイメとかだとそれが伝わるからいいかなと。じゃあボイメがいいですね。うん、店長ボイメですもんね、僕たち。店長のボイメはうまい。店長のボイメなんて、それボイメで送んなくていいやろっていうのを。いや、僕最初、あのボイメ多分5秒ぐらい来て、僕怒られるのかなと思ってた。初めて LINE した時、俺なんかしたっけと思って、怖かったぞ、これするの。この間なんかさ、ああ、そうです。そっか、ボイメで送ってくるの。え、そうですとかぐらい、なんか送れよ、文で。で、そのボイメで送るんだよみたいな。はい、とか。え、は
いなんか2文字打て羽鳥だろ打てちゃうあ、シュさんボイメ使うんですね。ボイメがいいですかね、やっぱり。あとまあ電話とか、俺電話全くしないけど電話嫌いなの。電話嫌いですか。で電話かけるっすね、シュさん。あ、何の話だっけ。シュさん、何の話だっけ。何の話ですか。最後何の話だっけ。爆笑して終わった。俺も忘れたっす。乾杯。何の話だっけ。忘れたっすか。桜入って3ヶ月 で自分がまだ思うような結果取れてない。なんで笑ったのっけ。なんか笑ったっすね。なんで笑ったっすね。なんで笑ったっすね。ガチで覚えてない。ガチで覚えてない俺。あ、ボイスメッセージじゃない。あ、ボイスメッセージ。あ、店長のボイスメッセージ。店長のボイスメッセージとかだ。あ、シュウさんに僕は電話かけて電話切られてシュウさんが言ってたから。そうそう、営業のね。そうですね、あれですね、温度感とか。そうね、そのさ、締め日あったじゃん、はい、締め日。あれがめっちゃ印象的でした。8月の締め日、涼介に負けたじゃん。あ、涼介の卓があって、はいはい、目の前にランドフルがあったじゃん。あ、隣やったっす ね。あれでなんかさ、泣きだった。あ、そうですね、悔しかったっす。マジ悔しかったっすね。泣いてたよね、あれね。悔しかったっす、普通に。最初はヘルプ、僕の日も泣いてたっすね。だから2人とも泣いてたから俺ヘルプ行こうと思ったんだけど、なんかその入れない。あの時悔しかったっすね。めっちゃ入れない空気感だったから、すごいなと思って。そこまでなんかちゃんとね、本気で立ち向かって仕事してるのはかっこいいなと思って。めっちゃ悔しかったっす、あの時は。あ、でもあれ良かったな。ソウさん大好きなんで、ね、出す。あれはソウさんが好きっす。ああいうのはまあ大好きだろうね。確かに、本当あれが一番悔しかったっすね。マジで久々クソ悔しい思いしたっすね。勝てるつもりだったの最初、それとも今月厳しいなと簡単に。両方なんですけど、一人ちょっといい子が来てたんで、その子が来たら、まあ、ギリいけるかなみたいな感じだったんですけど、前の子なんですけど、その子はちょっと、まあ、やっぱり崩れるもんじゃないですか、予定って当てにしてなかったんですけど、やっぱ、まあ、無理だったんで、うん、あ、まあ締め日当日はもう負けるって分かってますよ、もともと。あ、もうけどやっぱ悔しかったですね。あんま気にしないでおこうと思ったんですけど、うん、なるほどね。その前日の日、うん、あのもうどうせもう負けるって分かってて、めっちゃ悔しくて、うん、あのワンピースの映画2回連続見たっす。現実逃避しようと思って映画館行ったっす。フィルムレッド今流行りでね。3回見たっす、もう3回。逃避しすぎだろ。面白い。ライブ感じなんですよ、なんかあれ、ワンピースの映画。あ、見たよ、俺も。ライブ感じなんじゃないですか、なんか。でもあれきつっと、もうちょっとあれしようかなと思って現実逃避してたっす、前日は。締め日ドキドキするもんね。そうだね。もう悔しくてしかなかったっすもん、あの時は。まあでも悔しいだろうね、実際。悔しかったっす、あの時は。俺もさ、ずっと戦ってきたからさ、締め日わかるけど、あの悔しいっていう感じはめちゃめちゃ大事だと思って。あ、本当ですか。悔しいと思えなくなったら、ポストちゃんとできてないなって思うサインだと思ってるから。だから俺はもうナンバーワン取られてるけど、落ちた瞬間絶対悔しいと思うし、悔しいっていう感情は絶対何よりも大事だと思う。常にナンバーワンをね、やっぱプレッシャーあるし、ナンバーワンなりのプレッシャーしますあるんですか。だからさっきそれこそ副社長やだって言ってたじゃん。あ、そうです。だからナンバーツーじゃダメなんだよ。二番目って嫌っすよね、マジで。ナンバーワンじゃないか。その2番目に入れるのもめっちゃ悔しかったですね、締め日は。マジで1位と2位の差ってめっちゃあるから。ですよね。自分どっちも経験したから分かるけど、1位と2位の差って結構でかいと思う。だからまあ今俺がいる間無理だけど、とりあえずオーディション組の中では抜きに出てもらって。そうですね。アブレージも大事だから。まあみんな言ってることだけど、単発的にこう売れるより、売れ続ける方が。そうですね、そっちは難しいですよね。もっと難しいし大変だから、そこは意識してもらって。でも姫も泣いてたっていうのが俺はすごいいいなと思って。いやー、あの時めっちゃ悔しかったですね。同じ気持ちをだって共有してくれてるわけでしょ。そうですね、めちゃめちゃいいことで。なんか僕部活してたんですけど、野球で最後の夏で負けて悔しいとか、みんなあるじゃないですか。高校球児は泣くじゃないですか。よっと明日から夏休みだって結構みんな泣いてたけど、よっしゃ明日から夏休みだみたいな、もうきつい練習しなくていいみたいな、髪の毛伸ばせんじゃん、そういう思ってて、あんまり悔しい思いなかったんですよ、僕今まで。今までのね、人生でね。あれが一番悔しかったですね、今までで。人生で？人生でマジで悔しかったです。一番？一番悔しかった。結構一番に近いぐらい悔しかったです。マジで？マジで悔しかった。本気でその分ちょっと僕もやってたんですよ。あ、負けれないなみたいな。
ローランド賞的に経験者でみたいな、未経験で負けたなんてもう福岡帰れないかと思ったんですもん、マジで。そうね、経験者って感じでね、未経験で負けてみたいな。入ってきたわけもんね。圧倒的に負けたんですよ、僕結構、うん、だからそれが悔しすぎて、僅差でも負けること自体悔しいですけど、うん、差が歴然としすぎて、うん、もう締め日迎えたくないなってずっと思ってて、うん、ワンピース見に行ったんですよ、うん、そういうなんか一種の挫折じゃないけど大事だと思うけど、あとはもう這い上がるだけじゃん、上に這い上がるだけだし、お客さんも含めてその同じ気持ちを共有できてっていうのは本当に強いことだから、悔しいと思ったら来月以降絶対もっと頑張ろうと思うし、うん、そういうなんか一つの目標というかさ、自信があるっていうのはすごいいいと思うし、人生初悔しい、俺は人生初でモンスターが一番欲しい。すいません、レモンサワー2杯ください。けど僕だからもう悔しすぎて、こんなことでかっこ悪いですけど、僕凌介くんに LINE の仕方聞いたっすもん。もうやっぱす、僕はもう関係ないんじゃない、もう勝つためにはもう手段選ばないと思って、うん、どうやって LINE してますかとかいろいろ聞いたっすね。なかなかできることじゃないと思って、結構聞くのはやっぱ嫌だったですけど、これ聞かないともう一生このままだなと思って、先輩に聞くの簡単だけど、同期に聞くのって結構恥ずかしいっていうか、プライドがやっぱ邪魔するじゃないですか、ね、僕が俊さんに聞く分だったら多分全然あれですけど、ライバルに聞くのは嫌だったけど、これ聞かないと俺もう一生勝てないなと思ってて、凌介君に聞いて LINE の仕方教えてくれて、 LINE 見せて、ちゃんとお客さんと LINE 見せて、これダメだよって言われて、あもうやっぱダメなんだと思って、もう売り上げてる方がやっぱりホストはもうその人は偉いと僕だから思ってるんで、経験とかその年齢とか関係ないと思って、全然もう頭下げて聞いてたんですよ。すごっ、そこまでしたら勝てないと思ったんですよ、本当に。すごい伸びるね、俺には一回も聞いてくれないのに。シュンさん怖いっすもんって。シュンさん今優しいんですけど、タグ入んなくて部屋飯しなかったらもう喋りかけられる。やめてよ、イメージ悪いじゃん、めっちゃ。みんな知らないっすよね、シュンさんの。シュンさんのこのいい面しか知らないですよね。やれ、悪い面なんてないよ、これ。真似して俺のキックやって。じゃあ俺、ランやるわ。あ、皆さんおはようございます。おはよう。ガチ聞こえんすよ、おはようって聞こえんの。怖いっすもん、あれマジで。あ、みんなビビってるっす、だから。もうシューズさんみんなビビってるっす。いや、タクで喋ったら、ヘルプにも話振ってくれるし、なんかいい対応してくれるじゃないですか。二重人格か。違う、テンションが低いんだよ。陰キャ、陰キャ。陰キャっすか。うん、いや、僕もめっちゃ陰キャやったっす。全然喋んないっす、みんなで。ほんと俺より陰キャじゃないっしょ。ユサは陰キャっていうか、いじめられっ子。いじめられっ子。ナンバーワンなのにいじめられてるんですか。ナンバーワンなのにいじめられてるんだ俺。かわいそう。シュンさんの逆になんか笑い声聞くと、今日も元気出るんですよ。すごいね。シュンさんの声一番響いてるしね、やっぱり。まあ、独特だよ、このゲラ笑い。ゲラ。一番笑ってるっすよ、シュンさん。確かに。シュンさんこうやって笑うじゃないですか。だから僕もこの笑い方真似したっすよ。なんでだよ。髪型の真似して、俺俺真似するのはやっぱプライド邪魔するんですけど、やっぱ真似しないと勝てないんで、絶対真似してちょっといい分取り入れて、じゃあ笑うときに手叩くの、手叩くの口塞ぐの難しいよ。こうやってやんないといけないから、いやもうトンボメガネはもうそれしか生き様ないっす。トンボメガネめっちゃ言われるんですよマジで、本当に。今日メガネつけてないのって言われるんです。よいしょも言われる。よいしょも言われるです。あ、お客様ならよいしょで乾杯してください。よいしょ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 。4杯目4杯目ですよ。マジうまいじゃん、これマジうまいですね。マジみんな飲み来たし、このレモンサワーうまいですね。ここマジうまい、なんか蜂蜜入ってるんですかね、これ。蜂蜜の味するよね。そうですね。変なプライド確かにいらないもんね。もうプライド塊だったんですよ。みんなから髪の毛切ろうって絶対言われてたんですよ、僕。絶対切られと思ってたし。でも本当にランは一番順応性高いと思う。本当ですか。なんか先輩とか店長とかにさ言われたことを全部ちゃんとさ反発しないでさ聞くじゃん。最初は聞こうかなと思って。で結果的にコメント欄も明るくだねみたいな感じの増えたし、まあ、実際ねイケメンになったと思うし。いやもう生き残っていけないなと最初思ったんです。なんかレベル違いすぎて、やっぱシック最初入った時、レベル高いじゃないですかやっぱシック、ね、みんなすごいなと思って、多分このままじゃ俺一生売れないなって、あ改めて YouTube 見て分かったっす。もう YouTube 見るまで気づかなかったんですよあんまり。なんで髪の毛気になっていけないんだろうと、ずっと客観的に、客観的に。けどホストから言われるよりやっぱりこのコメント欄とか、やっぱ女の子の意見がやっぱり、まあまあ大事だね、やっぱり結構グサッとくるじゃないですか。それであ、これ本当髪の毛気になっていけないなと思う、あのグラサン外さないといけないなと思って。まあ、やりたいスタイルとか自分が好きなこととかしていいのはもうすげえ売れたからでいいと思います。そうですよね。最初はもうニーズに合わせていくのが大事、自分のやりたいことより。めっちゃ売れたらもう
古着でも何でもしていいし、でも売れるまでは自分に合わせていかないと。そうですね、自分がやりたいことっていうか、とりあえずシュンさんに合わせていこうと思って , , 笑い方と髪型はオールオッケー、それオールオッケーです。3000万売れる。3000万。シュンさんお金使わないですよね、あんまり。僕それすごいなと思って、全然僕すぐ使うっすよ、マジ。いろいろと、なんか消費欲求があんまない。なんか YouTube 撮りたいと か, なんか買い物行く時間があるならなんか他の仕事の方に時間使いたいと思っちゃうから、うん、あんまり。だからそのブランドの担当の人からこれかっこいいとか入ったらじゃあ撮っといてくださいっつって買いに行くぐらい。シュンさん YouTuber っす。たまにそのお客さんにプレゼントとかさ買いに行くとかの機会があったらその流れで自分の買ったりするけど、自分のための買い物ってもうあんましてないな。僕多分シュンさんぐらいの今お金あったら僕マジ車買ってるっす、間違いなく。乗れないじゃん買ったって。あ、そうですけど、ね、酒でノンアルプレイヤーなのシュンさんぐらいの売り上げあったら僕はマジで、逆にそれちゃんとお酒飲むってマジすごいと思うんです。なんか逆に僕は車ね全然興味ない、酒好きの人間だから酒柱。そのお金の使い道とか僕下手くそなんで、めちゃくちゃ何でも買うんですよ、お金あったら。貯金すぐなくなるんですよ、1ヶ月例えば何百万って思ったら何百万1ヶ月で使う。ダーマ使っていいよ。使っていいですか。そうして使ってもあの軸張れましたから。もういろいろあるんですよやっぱりね。もう戻れない理由がある。戻れないんだ。今はもういとこがもう役員になってて、上の立場いるんで、しかも1個下なんですよ。で僕頭下げてもう一回働かせてくださいよ、言えないっすねさすがに。俺だったらすぐ言うよ。言うんすか。靴舐めますって。お金のためなんですか。お金のためなら何でもしますって。投げ銭もそうだもん。すぐ飛び売るから俺。金持ちに。けど前と違って最初の頃ってお金なくて、やっぱ女の子にアフターとか同伴と誘いきらなかったんですけど、うん、ある程度お金に余裕できたら、うん、行動しやすいですね。でもなんかその女の子に、まあ、そうです。前と比べて、まあ、売り上げ一緒ぐらいだけどできる行動範囲が違うなって最近思ったんです。それが一番なんか、まあ、余裕ができるよ、ね、余裕ができるです。お金ない時って本当に同伴代とかアフター代とかさ考えちゃうもんね。僕一番最初女の子と同伴した時、あのコンビニに120円のパンが1個買ってあげて同伴代にしたっす。ごめん俺今残れなくて。それどういうこと。シュガーパンみたいなのあるじゃないですか、ファミリーまで。あれ119円なんですよ。でそれを女の子と一緒に2つ買って2人で買いながら店に向かって同伴じゃねえから。戦時中や、戦時中。戦時中同伴。女の子ごめんねみたいな言って。そんなんあるけど、だから今だったら全然本当にもう。その日々は大事にした方がいいね。お金ないとやっぱ余裕ないじゃないですか。女の子そんな人に使いたくないなと思うかなと思って。だからお金余裕あるふりしてるんですよ。俺お金持ってるよみたいな。けどコンビニのシュガーパンみたいな同伴。なんかでも俺も最初の金なかった時めっちゃ行っちゃってたよ。カラオケとか例えば行ったとして、会計の時に実は俺まあ新人でお金なくてみたいな、もう会計あの割り勘でいいみたいな、払ってとは言わなかったけど割り勘でいいとは言ってた。でそれで割り勘だからとか言ってくる人は店来ないと思う。あ、逆に。あ、確かに。だってそのカラオケで少なからず楽しい時間を提供して、それでなんか体験の時に割り勘でっつって態度変える子はそもそもカラオケ代より高いホストクラブ来ないと。あ、だって自分がホストって分かってて会っててでカラオケ代渋ったら絶対お店来ないじゃん。そもそも。あ、まあそうですね。あ、それはあるですね、うん、だからそのもう今は全部何でもお店の外は出すけど、まあ、そうだよね。シュンさん今のレベルでカラオケ俺逆に面白いから今の売り上げで割り勘でいいですかカラオケとか。恥ずかしい。新人の時は最初は何曲かやってみて、なんか一種の試金石じゃないけど割り勘絞る子、あ、もうこんなそうだなとか思ってた。あ、そうですよね。逆に確かにホストクラブ高いですもんね、やっぱり。逆になんか向こうから私いいよ時間付き合ってくれたから出すよとか言ってくれる子は、いや来るなって大体そこら辺なんですよね。大体お店に来てたから、シュンさんの割り勘時代見てみたいですね。下積み時代はね大変だよ、なんかいろいろね、ないものだらけだからね。そうですよね、大変だと思う。でもラーは別にもうすごい売れてんじゃん。全然そんなことないです。まだ全然。給料な、何なんか使った？給料全然使ってないです。使ってない、手使ってないの。ミニマスです。やめとけ、媚び売んなくていいから。普通にミニマス欲しくて。本当に？結構地味にするよね。地味高い。だから僕10万ちょっと使うんですミニマスがね。なんか社長のなんかインスタ上げてたんですよ。あ、社長の載せてくれたんです。一回着たいなと思ったんですよ、ミニマス。ミニマス、ね、やっぱ、で最初は僕シャツだけ買っていったんですよ。そしたら、何買うって言ったから、あ、もう買わないだけど、着やすかったんです、めっちゃ、逆に。機能性はいいらしい。機能性めっちゃ良かった。
あ僕なんか社長さ、ミニマスさ、自社ブランドぐらいさ、みんなにあげろよと思う買わせてんじゃねえよちゃんとお金ないんだからスーツあげろよってけどめちゃくちゃ着やすいやつ、ガチで機能性いやらしい、ね、めっちゃ、あの、なんか今きついですけど、きついってか、まあ違和感あるけど、あれマジすごい、あ、もう普通に買おうかなと思ってストレッチ線みたいな、そ社長だからじゃなくて、普通に買ってたんです、普通に、なんかズボンとかめっちゃ、あ、エレガントに歩ける痛いわじゃあ店でミニマス来たらエレガントじゃないエレガント、エレガントエレガントにお酒から逃げるちょっとテキラあるなちょっとヒロミさん違うタグ行きますみたいなめっちゃ売れたらしいです、いや僕2日目に行ったんですけど、あ、ポップけどもう10月の中旬って言われたらすっと届くのがもう売れすぎてみたいな、え、マジめっちゃ売れてるらしいです、そんな売れたの、あいつすげえな全然だから10月の中旬ねじゃん、商売上手だな、サイズなくてみたいな、だけどめっちゃ動きやすかったですマジで、シュウさん来ます絶対買わないたとえさルベリーがさ、ね、あいつの売り上げなんのかとか思うと思う言いたくねえなと思う売り上げもあいつの懐入ってルベリーもあいつ悪どいなすごいですね、名前やっぱあるってすごいですよね、やっぱりそうだね、多分僕がミニマス言っても売れないですもん、社長だからみんな買うじゃないですか、ポップアップスターでミニマスになってるよ、誰も来ない、ガチでストレッチセアめちゃくちゃいいっす、試着で試着買えるから、シュウさん売りますよ、全然僕が転売転売しようかな転売やけどこの前みんなミニマス来て女の子に、あ、これミニマスなんだって言ってた、あ、そうなんだって言って、高いの？じゃ高いよって言ったら初回の子に、あ、3000円ぐらいかと思ったあ、さーっと見たら、あ、高いねみたいな、もっといい、もっといい、シュウさん何着るんですか、いつも逆に、綺麗めが多いけど、今日はこれ、ザラ、ザラすごいですね、ザラ、これは昔から着てるアトーっていうやつと、これはセリーヌネクタイ、あ、そうなんですね、だからあんまそんな、今日は高くないと思う、誰が着るかっすよね、ぶっちゃけ本当にシュウさん着たら高く見えるですもん、何でも意外にも最近買ってないけど、ザラも最初はいいと思うよ、ザラいいっすよね、あれね、なんかザラってハイブランドのパクリしてるから、あ、そうなんですか、そうそう、デザインとか似てるし、え、シューズの着たらもうハイブランド見えるっすよ、どう考えるかによるけど、ハイブランド高いの買って毎日それ着て、なんか修学者になるより、そういうファストファッションをいっぱい一人で持っといた方が、あ、まあそうですよね、毎日違う格好で着た、正直わかんないから、女の子見てもパッと見は、ね、買うアイテムさえちゃんと選べばね、だから全然ファストファッションでいいと思う、話戻るけど、ランはさ、これからどういうホストになりたいとかあるの、いろいろ初回とか言っても、朝日ランですって言ったら、うん、あ、わー、YouTube 見てますみたいに言われるんですけど、多いだろう、なんか知名度結構いっちゃったから、涼介、うん、君とも話してたんですよ、そのこと、やっぱ知名度とやっぱ売り上げ切り合わないとダサいみたいな、僕ツイッターでめっちゃ書いてたんですよ、うん、あ、まさにそれなんですよ現状が自分で言ったことがもう自分に書いてきたんですよ、あ、今かってことね、はいはいはい、だからめっちゃ悔しくて、うん、今営業法を書いてるんですね、結構前まではあ YouTube 見ましたみたいに言ったら、僕めっちゃカッコつけてたんですよ、もうガツガツいかないで、うん、あ YouTube 見ました、あ、そうなのみたいな生きてたんで、生きてるね、だいぶ生きてるね、どれが面白かったみたいな、マジこんな感じで聞いてたんですよ、うん、だからもうこの営業方針変えないといけないなと僕思って、うん、そうだね、 YouTube とか見た関係なしに、うん、普通に初回パラホスでガツガツ行こうかなと思って、今そこをちょっと心がけて、初回の入り方とかその LINE の送り方とか、僕今すごいちょっと気をつけてですね、いつ見たのみたいな感じで来たからちょっと僕今あれダメだったなって僕なら思ってるっす反省してるっす、反省してたほんと調子乗ったんで、あと YouTube 出始めた頃、ね、結構街中でも声かけられるんですよ、ホストの人が多くて結構、うん、ありがとうって感じで、ありがとうもう気取ってるね、気取ってたんですよ、ありがとうって、ダメだったからちゃんと今はもう普通に接するようにちょっとしようかなと思って、なるほどね、調子乗ってたの軌道修正してちゃんと接客とか地道にね、まあ、ホストとしてちょっとそのホスト力でね、ホスト力で、はい、売ろうかなと思ってて、まあ、基盤がしっかりしないとね、基盤で最初緩んでしまったんでYouTube 調子もうグラグラもん、血管自由だけよ、グラグラ地震したらすぐ倒れるみたいなハリボテのね、あれだとね、はい、知名度上がるかもしれないけど売り上げ上がんないから、売り上げ上がんないですね、ちゃんと基盤としてのホスト力がないとね、僕の絶対知名度で絶対毎月最低でも500とはそんな売らないと恥ずかしい、僕たち結構映させてもらってるんで、そう、ね、これでこの売り上げかと思ったら、なんかランはそうだね、特に取り上げられてるメンバーだもん、 だからその知名度プラス接客力とかホスト力、全般的な LINE とか全部置けそうだけど、ホスト力って一概に言うと難しいけど、全部だよね、人間対人間の仕事だから、
どこまでこう女の子に寄り添えて人間性を発揮できるかみたいな。ですよね。難しいけどね、若い子にさ落ち着いた接客を教えてもさ、今まで培ってきたものがあるからその性格なわけで。ああ、そうですよね。俺が今31だけど、31の俺が20歳の時の俺に落ち着いた接客とか教えても頭では理解できるかもしれないけど、それできるかって言われたらちょっと怪しいもんね。あ、まあそうですね。いろんなこう酸いも甘いも経験して、紆余曲折っていうの挫折も経験して今の俺があるから、そういう人生の引き出しっていうのが圧倒的に20歳と今の俺は違いすぎるから、そこも全部込みで考えると難しいなと思うけど、ミニ商売にとってさ、人間関係いろんな人とさ深く関わったり、浅くから深くまであるじゃん。だから悩みのキーワードは人間関係って言うけど、その人間対人間を誰よりも濃い密度でやる仕事だからこそ、年齢不相応に落ち着いてる人が多いんだと思う。まあ確かにそうですよね。でもそうフレッシュさがなくなるっていうか。まあそうです、まあ、若くして売れれば売れるほど落ち着き払っちゃうっていう。ああけどそうかもしれないですね。でも確かにそれはこう対人間で毎日里山の人といっぱい接客して365日、しかも仕事って言っても営業中だけが仕事じゃないじゃん。 LINE とかさ、あんまそうだね、いろいろ24時間営業みたいな言いますもんね。含めて考えたら俺はコンビニみたいなもんで、女の子の都合のいい存在になるべきだし、そう都合のいい存在にならない人ダメだと思う。格好つけてる場合じゃないですもんね。だと思うよ。マジめっちゃ格好つけてたと思う。恥ずかしいです。なんかブランディングとして外面は格好つけていいと思うけど、実際指名もらってからは泥臭く向き合っていくべきだと思うし、ね、あ、そうですね。やっぱどんだけ行っても近道はないと思ってるから、遠回りしてでも地道に自分の力をつけていくのがなんだかんだ一番売れるのに近いステップかなと思う。何事も宝くじ当てるようなことは起きないもん、ね、うん、そうですよ。でも積み重なっていったら、そういうちゃんと信頼関係できるお客様とかさ、姫が増えたら、それがいっぱい数が増えていって売上のアベレージが上がっていって、したら俺みたいに毎日1000万か。結局俺毎月1000万売るほど並んでるんですよね。普通にすごいですよね、マジで。だそのでもステージ、はい、ここまで来てほしい。マジで行きたいです、本当に。でもそれも俺もいろいろあったから、もちろん挫折とか裏切りとかあって、最初からもちろん行けなかったし、もうホストとしてさ人間不信になるんですもんね、結構。今はもう打席に立ち続けて振りまくってバット打てる時もあれば空振りする時もあるけど、それはいっぱいどんだけ経験する、ね、経験だね、が一番大事だと思う。でもライマンは才能あるし素質があると思うから、まあ、レオスケとか売れてるメンバー、ケンシンとか長大とかいっぱいいるけど、その中で、まあ、誰が安定して一番最初に幹部補佐になるのかなと。俺はそうです、安定しているのはやっぱ一番かっこいいですよね、やっぱり。幹部補佐に誰が一番最初かなと思ってる。ああ、シュウさん誰がなるのかなみたいな。ラン頑張ってほしいよ。いや頑張りたいですね。一つの目標、幹部補佐する。頑張る。そうね、幹部補佐の目標は分かりやすいよね。幹部補佐一番最初は幹部補佐目標で、まあ、継続しないといけないし、僕あんま試させるとか好きじゃなくて、まあ、毎月売り上げれたらいいかなと僕思ってる。アベレージでね。アベレージで、まあ、その方がいいと思う。アベレージで売った方がいいっていうのは俺ももうすごいね。福岡のさ感じと歌舞伎町のレベルは全然違うわけで、いやでお客さん層全然違うっすね。本当に結構若い子多かったんですけど、もう結構幅広いじゃないですか、ザ・クラブは。僕一番ビビったのがパーテンション前やったんですよ、一択に。え、一択ずつ、はい、一段ずつあった。一段じゃん。一覧みたいな感じです。本当にガチ全くないじゃないですか。そう、もうあれもうオープンじゃないですか、鏡もあるし、フロアごとみたいな。フロアごとに逆にシュウさんタックかぶるじゃないですか。俺すごいなと思って、目の前とかいるもんね。一日だってさ7とか呼んだ日はさ、もうさすごくないですか、7とか呼ぶ無理じゃん。あのもう目の前じゃん、目の前とかでね、もう選挙だ。ありがとう、ありがとう、ご支持ありがとうございますよね。僕だったら多分シュウさんみたいに被ったら好きだよって言って、好きだよって言って、あ、あんた何言ってんのみたいな言われたら終わりです。僕だったらマイクがみんな好きって今日のシミュみんな好きって指名あれすごいっすよね。これから指名が増えていっぱい被した時は逆に聞いてほしいよ。あ、シュウさん弾けるようになりたいですね。まあ弾けるレベルじゃないですよ、本当にその悩むことが、まあ、シュウさんレベルじゃない、まあ、まだそこら辺の人たちで相談できる解決なんで。もうちょっと宅が被ってきたりとか売り上げ上がってきたらシュウさんに相談させてもらいたいですね、うん、はい、でもすごいけどね、十分もうランは。ライバルは凌介、凌介くんとか幹部の人たち越したいですね、別に。あ、そこら辺の俺もライバル。シュウさんは
まだ眼中にないです。いい意味で。僕の夢はちょっと、シュンさん眼中にないですごすぎてみたいな。言われたわ。言われた、言われたっすね。ですよね。言われた。シュンさん気にしてたら、もう、まあ、それ気にせるレベルじゃないですか、マジで。シュンさんこんなすごいの知らんかったっすもん、マジで。あの、もう社長だけかなと思ったんですよ。シュンさん、えぐーと思って。3000万売る人とか初めて見たっすもん、目の前。こうやって売るんだって、僕、逆に良かったかもしれない。まあね、みんなわかんないじゃないですか。ホスト未経験の子は、あ、すごい3000万すごいなと思うけど、なんか1000万ですごいって言われてるじゃないですか、やっぱり前。けど3000万間近で、あの、その7月まるまる売れるとこ見て、逆に僕勉強になったなと思って。あ、こうやって言うんだよ。そうね、売り方とかね。1人がさ、4桁関係とかないから。そう、すごいですよね。みんな客層が多いから、それ一番すごい、一本釣りじゃないみたいな。いろんな人からこう、一番俺の中でイメージしてる理想だと思う、今が。いや、そうですよね。そうだね。まあ、4桁会計がバーンっていてって、結構やっぱ多いのよ。額が。3000万以上とかフレアになってくるとそういうのが誰もいないんだよこれすごいです逆にだからその地立みんな地立もって言ったらかもしれないけどそれ数十万とか使う人がすごい多い数百万も何人かいるしみたいな感じだからピラミッドとして自分の最初思い描いてた理想の売り上げの上げ方を今できてるからそれはなんかみんなにもやってってほしいなと真似できたらいいですけどねみんなシュウさんが12位だったら多分ナンバーワンの店ですよ目指せるよう頑張りますもんまあそうだね、まあ、ライバルって言える立場じゃないで売り上げ的にいやすごいねそんな短期間で俺いたかいや待って振り返ったらいたわ俺ごめん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 言ってたわ俺すぐ売れたわやる気なくいたローランドショーとさ今時差があるけど、はい、7月は最初さ面接組の中でナンバーワンだったじゃん、はい、ナンバー5だっけ5ね、でも先月の8月は凌介に負けてそうそうナンバー何だっけ 8っすね、ガイガイっすガイっすああそうか、うち5位までだもんね発表うちになってまあ売り上げの数字もあんま芳しくなくねうちにしろ先月の売り上げ負けたんでそれが一番悔しいです自分の売り上げより売り上げ自体で落ちたんだ努力不足です感じでサボってました普通にそれはもう本当に認めるっすワンピースは見ちゃダメだワンピース見ちゃダメですもうこんなあそうなのとか言えないっすまあもう期待だねこれからさどんどんみんなと切磋琢磨してってもらってその結果でまた数ヶ月後に官房さんになったらあんと対談みたいなその時はまたお願いします再生回数多分20万回でエグいっすよしいやでも面白かったわ今日めちゃめちゃ撮れたかったと思ういや本当にありがとうございますスーパーの2人がめちゃめちゃ家でなんかドリフトの練習したとかめちゃめちゃ面白かったドリフト上手いっすよ多分そこら辺より3ヶ月だもんな歌舞伎ってまだまだこれからよこれ頑張りたいいろんな経験してもらって接客とかも上げて自分でも客観視できてるところがあるのはすごいと思うしライバルもいっぱいいて環境はいいと思うから環境は本当にもう言い訳できない、まあ、言い訳はできないね環境いいんでめちゃくちゃこんなにメディアもね取り上げてもらってこうやってねめちゃくちゃいいメディアにも取り上げてもらったもうこれで売れなかったありがとうもっと言ってじゃあとりあえず今月9月ですが8月は負けましたが凌介とかに今月の目標はあるんですか今月は本当ナンバー食い込もうかなと思って5以内5以内絶対ナンバー入って幹部補佐基準も見出しなよ幹部補佐はい見出したいですねそれもじゃあそれ2つ狙っていこうそれ2つ、はい、狙っていきます俺銀ちゃん凌介入るだけそこの残りの2つは開くんで、うん、そこに食い込んでいけたらなと頑張りましょうありがとうございますありがとうございますレモンサワー一番美味しい一番美味しいこれいっぱいめっちゃ飲んじゃったこれからライブ配信なのに4杯ぐらい飲んじゃった美味しいねこれマジ美味いめちゃめちゃ美味しい今日は朝日蘭くんと長きに渡り差し飲みしたんですけどいろんな話が聞けてエソジドリフトしてたり家が大金持ちだったりそれを全部金繰り捨てて歌舞伎町に裸一貫で挑戦してきた彼のことをもっと応援していきたいなと改めて思いましたこれからねシュンさんをね抜いていきたいと思うんであともうこのままあのオーディション組にちりめんちりめんに負けてたら僕不幸が変えれないんでそうだね、はい、もう絶対マジ変えれないと思うみんな見てるからねみんな見てるからですね、うん、もう変に有名になっちゃったからてて負けてんじゃんカサみたいなトンボとか言われっぱなしは悔しいんで、うんねはい、これからね頑張るんで見ててくださいシュンさんもじゃあ皆さんラン君のことも応援してあげてくださいなんか一番やってる SNS 何なの？あ、でも全部やってるんですね。インスタ、TikTok、Twitter 全部やってるんですね。TikTok やってんの？ TikTok やってるんですね。TikTok 結構バズって 2.1M ぐらいいってます。じゃあインスタと TikTok と Twitter？ Twitter ですね。
概要欄載せておくんで、よかったら見てみてあげてください。今日の動画いいねと思ってくれた人は、高評価とあのコメント欄、すげえ多分誰よりもネットストーカーなんでチェックすると思うんで、あのみんなトンボじゃない欄を見てコメントしてあげてください。ありがとうございます。お願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。